コーディホールはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州オーランド出身。父は WWF でレーザーラモンのリングネームで活躍し、WCW2.0 の一員として一世を風靡したスコットホール。波乱万丈なレスラー人生を過ごしてきた父であるスコットの背中を見て育ち、プロレスラーになることを決意。2011年フロリダ州オーランドを拠点とする。 アイビリーブインレスリングが主催するチームビジョン道場にてトレーニングを開始。トレーナーについたスコットと二人三脚で励む。7月16日、アイビリーブインレスリングのビリーブ31にて、スコットと共に女子レスラーのサンタナ・ギャレットのセコンドとして登場。親子共演を果たした。試合途中で介入し、サンタナの相手であるエデン・アルテアにレーザーズエッジを決め、 サンタナの勝利に貢献。2012年7月14日、BBW にて、プロレスラーデビューを果たす。ジョシュ・ヘスと対戦。最後にレーザー,アーズ・エッジを決めて、デビュー初勝利を飾った。9月8日、アルバ・シント・ニコラスにて行われた、スコットの名優であるケビン・ラッシュが主催する、ボーに参戦。チェイスン・ランスと対戦。勝利。2013年6月23日。 ジョージア州コーネリアを拠点とするオータム・ウィンターに参戦。マイク・ポージーと対戦。勝利。9月21日、ニューヨーク州コーンウォール・オン・ハドソンを拠点とするニューのレスリング・アンダー・ザ・スターズ2に参戦。ケビン・ナッシュとクミエル・ディアブロ・オーマン・トートゥーガと対戦して勝利。10月19日、カナダ・オンタリオ州を拠点とする BCW の 20th アニバーサリーショーに参戦。 スコットをセコンドに従えて、コーディディーナフィル・アトラスと組んで、シンジケートと対戦。終盤に、スコットのアシストを受けて、デモアにレーザーズエッジを決めると最後に、アトラスがスーパーキックにつなげて勝利した。2014年5月31日、ペンシルベニア州ヘイズルトンを拠点とする、WXW の C4 にて、X パックと組ソンズオブ・サモアと対戦して勝利。 11月、心身ともに鍛えるために初来日を果たし、スコットが参戦した経験がある新日本プロレスでトレーニングに励んだ。2015年1月1日、新日本プロレスの練習生として参加。同日5日、ニューイヤーダッシュにて、バレットクラブの一員として登場。 カール・アンダーソンより、スコット・ホールの息子と紹介されるが、ヤング・ボーイと揶揄され、サポートメンバーという格付けにされた。2月2日、ロード・ツー・ザ・ニュー・ビギニングにて10人タッグマッチに出場。最後に、棚橋・博のハイフライフローをぐらい敗戦。4月29日、レスリング日の国にて、高橋・博ロ二郎と久美小島サトキャプテン・ニュー・ジャパンと対戦。 小島に対して、サイドバスター、ラリアアットなどを決め、終盤には場外へと追い出されるが、最後は、広志二郎が、キャプテンに東京ピンプスを決めて勝利。2016年4月10日、インベージョンアタック2016にて、ケニー・オメガ&、マット・ジャクソン&、ニック・ジャクソンのセコンドとして登場。場外での乱闘中に、ニックのスワントーンボムを受けた際に首を負傷。 長期欠場となった。2017年2月17日、イングランドのホークを拠点とするボーブのスパー賞、ボストンに参戦。バッシュと対戦して勝利。3月27日、プロレスリング、ノアのグローバルタッグリーグ戦に、ランディレインと組んでエントリーしたことが発表される。以降、2019年2月までノアに、レギュラー参戦した。 2019年8月25日に行われた DDT プロレスリング後楽園ホール大会に来場し9月1日の大阪大会に出場することが発表された以後 DDT プロレスリングに定期参戦2020年2月ツイッター上で日本人女性に対し人種差別的な発言を行い2月10日以降の出場自体及び いつでもどこでも挑戦権を返上することが DDT プロレスリングから発表された。レーザーズエッジ。ありがとうございます。